セルは異常なまでの強さだ。はっきり言って誰も勝てない。おい、ベジータとトランクスが部屋から出てきたぞ。本当か？どうもすみません、お待たせしました。父は2ヶ月ほどでスーパーサイヤ人の限界を超えたようでしたが、それでも納得できず、今まで時間が。トランクス、余計なことは言うな。うまくいったんだな、ベジータ。さあな。だが貴様がこれから中に入って特訓しても無駄になる。この俺が全てを片付けてしまうからだ。セルも人造人間どもも。ほら、さっき進化したセル見てきたが、とんでもねえ化け物だったぞ。ふん。いたいた、クリリン君の言った通りね。あ、ねえねえ、ちょっと、あんたトランクスじゃないの？そうでしょ？ええ。なんで髪型変わってんの？カツラ？ここには不思議な部屋があって、そこでの1年は外のたった1日なんです。その部屋で俺と父さんは修行して。へえ。一体何をしに来たんだ、ブルマ。ほら、ベジータが着てる戦闘服ってすごく防御力が高いじゃない。だからみんなの分も作って持ってきたのよ。へえ、意外と軽いんだなこれ。さっきも言ったが、カカロット、貴様はその服を着ても無駄だ。おめえがセルを倒しちまうからだろ。そんならそれが一番いいさ。よし、ご飯。今度はオラたち親子の修行の番だ。はい。トランクスが来る。Je vous explique le résultat。行くぞ。Ah, mais il avait du retard aussi, Trump, sur le Végéta déjà。スーパーサイヤ人のその先へ、戦士たちの荒修行。何もかも真っ白だ。体も重いし、暑くて息苦しい。表に出てみろ。地球と同じ広さらしいぞ。迷わねえように気つけねえと死んじまうかもな。こんなとこで一年も。早速修行始めぞ。遊びに来たんじゃねえんだ。まずはご飯をスーパーサイヤ人にする。スーパーサイヤ人に僕がなれるかな。もちろんだ。おめえもれっきとしたサイヤ人の血引いてんだぞ。とりあえずスーパーサイヤ人になんねえとな。本格的な修行はそれからだ。僕ひょっとしてお父さんの修行の邪魔になるんじゃ。あ、最初のうちはな。ほら、スーパーサイヤ人を超える力を必ず手に入れるつもりだ。しかしご飯、おめえにはそのオーラをさらに超えてもらうつもりだ。え？僕がお父さんを？そうだ、絶対にそうなっとオラ思ってる。そんな、僕がなれるのかな。すぐにそうなれってわけじゃねえさ。慌てずじっくりやっていこうぜ、ご飯。まずは軽く体でも温めてからだ。準備運動だからって手加減はいらねえぞ。どうした、ご飯？まだいけんだろ。まだ。
들려요. 体が温まるどころじゃなかったな。この部屋で戦うのは結構大変だね。技や体の付け方はさすがのもんだ。ピッコロに叩き込まれただけのことはあるな。じゃあ次はやっぱスーパーサイヤ人になる修行に進んでよさそうだ。は、はい。違う違う、それじゃ木をでっかくしてるだけだ。スーパーサイヤ人はまず怒りがきっかけになる。怒りプツッと切れるんだ。そんなこと言ったって怒れないよ。いきなり上手くなれるわけねえさ。父さんだってベジータだって苦労したんだ。焦ることなんてねえぞ、ごはん。は、はい。Moi, je pense que maintenant, il faut des picotements dans le dos pour s'en former en Super Saiyan. さて、行くか。俺も行きます。勝手にしろ。Ok, où faut que j'aille? C'est parti, pile de tortue géniale. Zakoto.ザコどもか。セルの野郎を見つけてもお前は手を出すな。18号たちの姿が見えん。この辺りのどこかの島に隠れているな。よかろう。聞こえるか。姿を見せるんだ。見せなければ島を順に破壊する。分かった。現れんか、面倒をかけやがって。貴様はベジータ。貴様がセルか。 あいつはベジータ。わざわざ何しに来た。まさかこの私を倒しに来たつもりか。倒しに来たんじゃない。跡形もないほどバラバラにしてやるんだ。私をバラバラに、貴様が。あまりにバカバカしい発言に呆れるしかないな。よく見るがいい、セル。
貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやるぜ。テントピョル。どうした？眠りでもしていないのか？この程度で生きがるじゃない。どうやら修行で差がつきすぎてしまったらしいな。バカな、貴様はベジータだろ。違うのか？違うな、俺はスーパーベジータだ。とてつもなくでかい気を感じて来てみたけど、すげえ、あれが新しいベジータか。トランクスもあんなに強くなってるんだろうか。悟空とご飯は来てないみたいだな。人造人間たちだ。こんなところにいたのか。セルもベジータもトランクスも気づいてないのか。10メートル以内に近づかないとコントローラーは効果がないんだよな。よし。どうやら本当に目いっぱいパワーを出してその程度だったようだな。がっかりさせやがって。うわー、ちくしょう。完全体になれさえすれば。ほう、貴様が完全体になりさえすればこの俺には負けんというのか。その通りだ。絶対に負けません。よし。10メートル以内に近づいたぞ。このコントローラーで18号をストップさせても破壊しなきゃセルに吸収されてしまう。チャンスは今しかないんだ。じゃあね。お前は、あれはまさか緊急停止コントローラー。なぜあいつが。ブルマさん、ごめん。え、うまく逃げるんだ。絶対セルに吸収されないでくれ、頼む。なぜだ、なぜそいつを壊した。チャンスだったはずだろ。それは私が完全体になりさえすれば、パワー、スピード、技、頭脳、精神力、全てにおいて完全な存在になる。コンピューターはそう答えたんだ。あれほど歴然たる差があっても完全体にさえなればこの俺に勝てるというのか。何度同じことを言わせるつもりだ。貴様となら間違いなく勝てるぞ。その程度ならな。
おお。父さん、まさか。お前たちサイヤ人は根っからの戦闘民族だ。戦ってみたいだろう。完全体になった私と。いいだろう。貴様の罠にまんまとかかってやる。完全体とやらになるがいい。行け父さん。3ローガン・ベジータ。父さんは逃がしてもこの俺は逃がさんぞ。おいベジータ、こいつは何とかしてくれよ。18号、あんなところに隠れて嫌がったのか。おい、セルに見つかったぞ。しまった。完全体にはさせんぞ。邪魔はさせんぞ、トランクス。おのれ。ついに完全体になる時が来た。父さんは間違っている。あいつを完全体にしてはいけないんだ。ふん、情けない奴め。セルがどう強くなるのか見たいと思わんのか。俺はそんなもの見たくない。地獄のような未来はもうたくさんだ。というわけに。しまった。目が。やめろ。18号。くそ。いよいよ完全体に変身か。今度こそがっかりさせるなよ。Allez, on va arrêter là pour ce soir. Déki agari ka. ついにセルは18号を吸収して完全体へとなった。18号を吸収され、クリリンは怒りの拳をセルに向けるが、圧倒的な力で返り討ちにあってしまう。トランクスが預かっていた扇子で一命を取り留めたクリリンは完全体となったセルの強さに驚愕していた。完全体との戦いを望んでいたベジータは不敵な笑みを浮かべセルを挑発する。落ち着きを取り戻したセルは挑発を冷静に受け止め、ベジータとの戦いの幕を開けようとするのであった。進化は究極へ。すべてを圧倒する完全体。君が私のウォーミングアップを手伝ってくれるかな。ウォーミングアップでおしまいにしてやるぜ。よろしく。あのフォームパーフェクト。どうやら思った通り、完全体になっても大したことはなさそうだな。ワッピース、ビッグバン、アハー！ワッピース、ワッピース、ハッ！ヘタシヘアハッ！本気でやってないな。だからウォーミングアップと言ったではないか。これがスーパーベジータ。
せてやる。おやおや、差が大きすぎて戦いがつまらないとお前が言った言葉をお返ししなければいかんかな。さてと、そろそろ殺してしまうか。何してんだトランクス、早く助けないと本当にベジータは死んじまうぞ。父さんは俺や悟空さんに助けられることの方がセルにやられてしまうよりずっと屈辱なんです。そういう人だ。そりゃそうかもしれないけど、父さんがセルとの戦いで気を失ったら助けに入ります。しぶといな。まだかろうじて生きているようだ。今すぐ楽にしてやるぞ、ベジータ。トランクス、お前を殺すぞセル。強気なセリフだなトランクス。クリーンさん、父さんを連れて遠くへ離れていてください。うん。トランクスの木が極端に小さくなった。セルの木はでかいまま。やられちまったのか。大変だ。起きろベジータ。お前にもベジータにも随分失望させられた。もっと楽しめるかと期待したが、最後に質問がある。お前たちは私に完敗したとはいえ、短時間で急激に実力をアップさせてきた。時間があればさらなるアップも可能か。やってみなけりゃわからん。だがなぜそんなことを聞く。可能性がないわけでもないか。次の質問だ。孫悟空は何をしている？なぜここに現れないのだ？悟空さんは貴様を倒すための修行中だ。明日には戦いに現れる。悟空さんなら必ず願いを叶えてくれるぞ。俺はそう確信している。いい答えだ。では武道大会を開いてやる。武道大会。10日後の12時にしよう。大サービスだ。せいぜい強くなって楽しませてくれ。一体何のことだ。お前は知らんかもしれんが、かつて天下一武道会という大会があった。そいつを再現してやろうというのだ。ただしお前たちの相手は私一人でいい。一対一で戦い、私が勝ったら次の者がまた私と戦うのだ。何人でも構わん。場所など詳しいことは近いうちに知らせてやる。テレビ放送を通してでもな。
待て、セル。武道大会の目的は何だ？そして最終目的は？武道大会の目的は強さの確認と全世界を恐怖に陥れること。最終目的は特にありはしない。あえて言えば楽しむことが目的かな。一番の目的はもちろん恐怖に怯え引きつった人間どもの顔を見ることだ。それでは楽しみにしているぞ。その後トランクスは戦図で回復したベジータとクリリンにセルが提案した武道大会のことを説明した。武道大会？俺たちを使って遊んでやがる。ちくしょう。俺、悟空さんたちが出てきたらもう一度精神と時の部屋で修行してみるつもりです。貴様もカカロットも必要ない。この俺がまたあの部屋を使えば済むことだ。俺も大会に出る。頼む、俺をカプセルコーポレーションに連れて行って直してくれ。役に立ってみせる。ふざけるな。貴様もドクターゲロの作った人造人間だ。いいよ、俺が連れてって頼んでやる。強い仲間が一人でもたくさん欲しいからな。クリリンさん、心配しなくていい。こいつは多分悪いやつじゃないと思う。セルに飲み込まれたあの二人だってそんなにひどいやつじゃなかった。お前のいた未来の悪い人造人間とは違うんだよ、次元そのものが。Grâce à un entraînement sévère, Son Gohan parvient enfin à maîtriser la transformation en Super Saiyan. Wa, omae wa ora no kangaete ta ijou ni tsuyoku natte kureta mitei da na. Sou kana? Boku ni wa yoku wakaranai kedo. Da ga mada mada omae wa tsuyoku nareru shi, honto wa ima datte chikara dashikirete nei dake da. Soro soro修行の仕上げに減ってみるか。仕上げ？ああ、いつもよりもっともっと本気でかかってこい。父ちゃんをぶっ倒すつもりでな。そんな、倒すのは無理だと思うけど、できるだけやってみる。Allez, un petit combat père-fils. Ouais, ça fait beaucoup.
今の感じ忘れんな。なかなか良かったぞ。はい。でもお父さん、スーパーサイヤ人をさらに超えるにはまだまだ時間が必要そうだね。僕はやっとスーパーサイヤ人になったばかりで、それを超えるってどうやればいいか考えがつかない。それについては考えがあんだ。そのために今のオラたちがやれっことは、スーパーサイヤ人にしっかりなれるっちゅうことだな。スーパーサイヤ人になれる？ああ、これから寝るときイゲはいつもスーパーサイヤ人でいて、それが当たり前の状態に持っていく。まずはスーパーサイヤ人になった時の落ち着かない気分を消すことから始めんだ。その後改めて基本的な修行からやり直す。遠回りのようだけど、それがスーパーサイヤ人を超える一番の道だとオラ思う。はい。セルはトランクスに武道大会の開催を告げた後、とある荒野に自ら武舞台を作り上げた。その後テレビ局に乗り込んだセルは、全世界に向けて流した放送で地球全体を恐怖で包み込んだ。セルゲーム。セルただ一人を相手に何人でも参加可能な武道大会を9日後に開催すること。そして参加選手全員がセルに負けた場合、世界中の全ての人間を殺すとセルは宣言したのである。その宣言が冗談などではないことを証明するように、セルは町の一角をやすやすと破壊し去っていった。このセルの行いはたちまち世界中をすさまじい恐怖で覆い尽くした。平和な世の中で弱体化した軍や警察ではどうしようもない敵であることは誰の目にも明らかであった。人々は忘れていた。その昔ピッコロ大魔王と戦った小さな少年がいたことを。そして人々は知らなかった。ベジータたちサイヤ人やフリーザと戦った戦士がいたことを。孫悟空の存在を。クソ、何がセルゲームだ。まさか本当にテレビであんなことを世界中に放送するなんて思いませんでした。セルに全員負けたら世界中の全ての人間を殺すなんて。おかげで世界中が恐怖で大パニックだ。悟空さんたちはあとどれくらいで出てくるんでしょうか。丸一日までにはまだ3時間近くある。ふん、丸一日ちょうどで出てくるとは限らんぞ。焦ることはない。まだ勝負の日まで9日もあるんだ。孫たちの木だ。あいつらもう部屋から出てきたのか。なんだと。なんでこんな早く。あれ、やっぱベジータもトランクスもいつをセルの気も感じっから生きてる。どうなってんだいって。あ、あれはご飯か。見違えだ。なんだあいつら、あれはスーパーサイヤ人か。いや、雰囲気が少し違う。ごく自然にあの状態で嫌がる。何があったんか教えてくれ。はい。実は セルゲーム武道大会か。面白いこと考えやがったな。ミスターポポ、オラの道着捨ててねえか。ああ、捨ててない。ピッコロさん、
僕も新しい服が欲しいです。ピッコロさんの服を。わかった。かっこいいやつをプレゼントしてやる。あるフロッドボーンしか気に入れよ。ありがとうピッコロさん。で、どうなんだ、セルを倒す自信はあるのか。わかんねえさ。完全体ってやつになったあいつには会ってねえからよ。これからちょっと見てこっから。孫悟空か。ああそうだ。どうだ、ここが世界の運命を決めるセルゲームのリングだ。運命を決めるにしちゃせこいリングだ。そいつが完全体か。そういうことだ。試合には必ず出てやる。それまではもう誰一人殺すんじゃねえぞ。いいな、いい試合になりそうだな。どれ、あそこまで強くなっていっとかな。どうでしたか悟空さん。正直あそこまですごくなってっとは。やってみなきゃわかんねえが、まあこのまんまじゃほら多分勝てねえだろうな。そんな。もう一度精神と時の部屋を使うがいい。時間はあるんだ。いや、オラとご飯はもういい。下界で修行する。9日間もありゃなんとかなるさ。なぜだ、あの部屋は生涯で2日間しか入っていられないが、お前たちならまだ丸1日は十分に入っていられるのに。あそこの中何もしなくても相当体にきつい。十分に休めてやった方がいい。やれやれ、さすがのカカロットさんも部屋の過酷さにとうとう根を上げたか。かもな。だがこれ以上無理に来ていてもつれえだけで修行じゃねえ。でもおめえたちがまたあの部屋に入るのに文句を言ってるわけじゃねえ。まだ鍛える余地は残ってるみてえだし。なんだと、気に入らんな。今の言い方だと貴様の方が俺より実力が上だと言っているように聞こえる。あ、ずいぶん上だと思う。何？じゃあみんな、おたげ頑張ろうな。武道大会でまた会おう。行こう、ごはん。あ、はい。武道大会セルゲームまであと9日。精神と時の部屋での修行を終えた悟空とご飯は疲労した体を休めるため自宅に戻った。3日休んで3日特訓、そんでもってまた3日休む。そして武道大会だ。ねえお父さん、本当にそれでいいの？セルに勝てるの？ま、いいからいいから。悟空さん、ちょっとうちさ戻ってきてけれ。ん？父。はっ！